ましょう。まずチャンピオンです。カウボーイと呼ばれています無敗のサウスポージェームス・コーカーです。ホームタウンはアメリカ・テキサス州サン・アントニオ。年齢は32歳です。89年にウェイン・コーベットに4回判定勝ちでプロデビュー。地元を拠点に練習を続け、97年チャールズ・スコットに8回 TKO 勝ち、空位の WBC 米大陸スーパーウェルター級タイトルを取りました。このタイトルは2度の防衛に成功しています。戦績は19戦全勝、19勝のうち12の KO 勝ちがあります。そして挑戦者です。アメリカ期待の推し、スピードに定評がありますデビッド・リード。ホームタウンはアメリカペンシルバニア州フィラデルフィア。年齢は25歳です。96年アトランタオリンピックライトミドル級でアメリカ勢唯一の金メダルを獲得。一躍オスカー・デラ・ホーヤの後継者として脚光を浴びました。97年3月にサム・カルデロンに4回判定勝ちでプロデビュー。その7ヶ月後には元 WBC 世界ウェルター級チャンピオンホルヘ・パカに1回 KO 勝ちしています。そして今年6月、元 WBC IBF 世界ウェルター級、元 WBC 世界スーパーウェルター級チャンピオンのサイモン・ブラウンに4回 KO 勝ちしています。戦績は10戦、こちらも全勝、10勝のうち7つの KO 勝ちがあります。はい、無敗の実力者同士の対決です。はい、まあ、あのリードは当然ながら世界を狙っているわけですからね、はい、浜さん、この辺はやっぱりステップの一つというような捉え方なんでしょうね。ステップの一つにしても今度は今までの中で一番の勝負どころだと思うんですね、はい、今まではあの元チャンピオンには勝ってますけど、元チャンピオンでやっぱり力を落ちている時ですから、この、コーナー、コーカーの場合は現役バリバリのチャンピオンではないですけどね、はい、一番強い時だと思うんですね、うん、そういった選手に勝っていって、まあ、名が出るかどうかですから、今が一つの勝負どころ、大きな勝負の一つだと思いますね、うん、まず関門が来たわけですね。そうですね、はい、はい、ご覧いただきましょう。この試合は先ほどと同じですね、10月24日アメリカニュージャージー州、アトランティックシティトランプタージマハルで行われました一戦です。この試合のハイライトでご覧いただきます。どうぞ。Ladies and gentlemen from Donald J. Trump's Taj Mahal Casino ResortHere in Atlantic City, New Jersey, America presents, in association with your undisputed, undefeated king of beers, Budweiser, this Bud's for you, are proud to bring you the main event of the evening, 12 rounds of boxing for the WBC Continental America's Super Welterweight Championship. Sanctioned by the New Jersey State Athletic Control Board, Boxing Commissioner Larry Hazard Sr., Chairman Jerry Gormley,Board members Gary Shaw and Stephen Katz, Deputy Commissioner John Greco, Timekeeper at the Bell Earl Curry, Physicians at ringside Dr. Richard Snepper, Dr. Earl Shaw, Dr. Charles Wilson, and Dr. Eric Wormser. This bout is also sanctioned by the World Boxing Council President Jose Suleiman, WBC Supervisor at ringside Jean-Guy Prescott. The three judges scoring this contest.On a 10-point must system are Ron Greenlee, John Potteray, and Paul Venti. And when the bell rings, your referee in charge of the action, Tony Perez. And now, ladies and gentlemen, for the thousands in attendance and the millions watching around the world, let's get ready to rumble!Introducing first, fighting out of the red corner, wearing gold with black trim. He weighs 152 pounds, and in 1996, he captured Olympic gold. And now, as a professional, he has a perfect record of 10 consecutive victories, 7 by knockout. He comes to us from the city of brotherly love, Philadelphia, Pennsylvania. Here is the undefeated challenger, the American Dream, David. 世界へのステップ、そして関門です。デビッド・リード。 And across the ring, fighting out of the blue corner, wearing red trimmed with white, and weighing in at 153 and one half pounds. He also has an outstanding professional record consisting of 19 straight victories without a loss, 12 by knockout.
Ladies and gentlemen, from San Antonio, Texas, here is the undefeated WBC Continental America's Super Welterweight Champion, James Cowboy Coker. 3度目の防衛戦です。チャンピオン、ジェームス・コーカー。カウボーイのニックネームがついています。赤のトランクスがチャンピオンのコーカー、そして、金色のトランクスがデビッド・リード、チャレンジャーですが、先のオリンピックで唯一の金メダルを取りました、アメリカの、アメリカのドリームを背負って立ちますデビッド・リードです。さあ浜さん、はい、注目の直前の一言をお願いします。コーカーサウスポーですからね、はい、リードサウスポーの右のリードジャブをどうやって殺すか。お、殺せればですね、結構踏み込んで右ストレート打ち込めると思いますけどね、はい、これは右のリードジャブを邪魔になってるとやりにくいですよ、うん、右を出していきましたデビッドリード、サスポースタイル、アフラントランクス、チャンピオンのジェームス・コーカー、負け知らずの対戦です。コーカーがこれが20戦目、19戦全勝、 12KO63% の KO 率、一方のリードが10戦全勝です。 7KO 勝ち 70% の KO 率で打っていきました。チャンピオンです。今度はボディ、チャンピオンのコーカーが183センチ、一方のリードは175センチです。身長では8センチの開きがあります。デビッドリードっていうのは右ストレートの一発には威力ありますね、はい、左のストレートをまた伸ばしてきましたコーカー。金メダリストですから、もうトランクスからガウンからみんな金尽くしですね。あ、なるほど、それで金なわけですね。気にならなかったですか。はい。すいません、なりませんでした。はい。流させていただきます。左。第一ラウンド、1分まもなく40秒切りました。オート。そしてスピード。このゴールデンボーイ。リードは右ストレートまっすぐ相手が打ってくると同時にカウンター狙ってますけどね。ええ、逆に今の状態だと空間の差ありますよ。ああ、そうですか。相手の左ストレート空間の差ありますよ。下がって左かなり伸ばしてるんでしょうか。チャンピオン、コーカー、オート、右のストレート、リードこれ狙ってますね、はいはい、リードはこれ狙ってますけど、ええ、逆に相手の左ストレート食う可能性ありますよ。なるほど、リードブローは出さずにじりじりと詰めてくる感があります。デビッドリード、右を出していきました。決めたらこの右、一方こまめにコーカーが右を使います。ジャブを使います。リーチ差というのはおよそ、この数字によりますと5センチです。2インチの差、お、右のクロス、クロスというんでしょうか、右を出す、リードブローをかいくぐるようにして右を出していきました。インサイドから合わせています。デビッドリード、右が合いました。スーパーウェルター級のクラスです。かなり両者ともスピードを持っています。左のストレート、ボディへ。10戦目にして、いや11戦目にして初めてのタイトル戦です。デビッドリード、金の卵、第1ラウンド終了しました。1ラウンド目は私はこのデビッドリードのポイントにつけますね。コーカーも最初左ストレートのボディ、いいパンチあったんですけどね、その後ですね、右ストレートですね、これはヒットしてますね。お前の方がスピードがあるんだと、それで打つんだったら左のジャブから、ダブルのジャブから、それで持っていけというふうに言ってますね。これトニー・アヤラ・シニアですね、あのチーフセコンドしてるのは。もうマニアの方を覚えてらっしゃると思いますけど、トニトリと、アヤラからもうレイプ事件でもう17年ぐらいですかね、入ってるんじゃないですかね。そうですか、ホープだったんですけどね、さあ第2ラウンドです。あれの親父さんですよね、はい、新時代のスーパースター候補と呼ばれています挑戦者のデビッドリード、黄色のトランクス、
一方赤のトランクスジェームズコーカー、この米大陸のタイトルをもうすでに2度防衛に成功しています。前回2度目の防衛戦はロバート・ウエストという選手に判定勝ちを収めています。そして初防衛戦も、判定勝ち、いずれもテキサスで勝利を収めたものです。前回の防衛戦からおっとパンチ集めました。3ヶ月半のインターバル、スピード、それが徐々に現れてきています。デビットリード、左右左ですよね。左フック右ストレート、そしてもう一回左フック持っていきました、左のストレートです。デビットリードのいいのはですね、やはりバランスが良くて足さばきがいいですね。必要 最小限のですね、動きでですねパンチかわして、して相手からあんまり遠ざかりませんから、自分が打つときはスッと入りますね、はい、デビットリード自信をつけてのこのタイトル戦です。前回の元2階級制覇のあのサイモン・ブラウンを4ラウンドノックアウトに下しました。その試合はプロ転向後初めての地元フィラデルフィアでの試合だったんですが、今回は場所を東海岸、それもちょっと上に上がりました、ニュージャージーのアトランティックシティで行われています。ちょっとデビッド・リード目のあたり、これ腫れてるんでしょうか。左目ずいぶん腫れた感じしますね、あるいはこういう表情になった。ちょっとあの前回の試合でもそういうのあったんですが、1ラウンド目よりは腫れたような感じしますけど、そうですね、どうですかね。アマチュア時代に実はあの左のまぶたは2度手術しているということで、ちょっとその辺が手術の跡が残っているのかもしれません。あるいは慢性的にこれ左目腫れ加減なんだという話も聞きます。その辺は試合が進むにつれて分かるかもしれません。残り50秒切りました。実はそうなんですよ、左目がですね、はい、試合前から打たれたわけでもないんですけど、ちょっと腫れ上がったみたいな、ちょっとあのまぶたが垂れ下がったみたいな状態なんですよね。腫れぼったいという感じですね。おっと、おっと、プシンですね。今パンチをかわしていったんですけれども、ちょっと勢いに押されたか、あるいは体がグッと押したような格好になりまして、尻元をついています。足が揃ったところ、ちょっとプッシュされたんですね、はい、残り20秒切っています。フェイントをかけます。デビッドリード、テクニックは素晴らしいものを持っています。ハンドスピードも素晴らしい、自在の攻撃を見せます。右のストレートは当たっていません。浜さん、やっぱりスピード感ありますね、そしてタイミング、そしていい感じしてますね、こちらがリードです。この右目は普通のまぶた、ただ手術したのは左の方です。あ、確かにちょっと腫れぼったいのかもしれません。打たれると腫れやすいかもしれないですね。第2ラウンド、小泉さんいかがですか。あ、今ちょっとコメントを聞いてたわけですね、すみません。ですね、あのどうもパンチが上へ流れてるんでですね、その胸を打てと、はい、日本のトレーナーもよく言いますよね、サウスポーに対して右を胸に当てて、そして左フック返して3つ目のパンチをその右の顔面も持っていくと、はい、なんか上ばっかり狙うからその空振りするんだっていうことを言ってるんですね。だポイントはリードの10対9ですね、はい、この試合はハイライトでお送りしています。第6ラウンド中盤の戦い方をご覧いただきましょう。小泉さん、3から5ラウンドというのはどういう展開だったんでしょうか。まあ、デビットリードがですね、やはりあの、スピードを生かしてですねポイントを取ってますね、はい、だコーカーもですね、そのなかなかガードが硬くてですね、その連打を受けるっていうのはないんですけどね、ええ、やや後手に回ってますね。そうです、手数がやや少ないです、はい、WBC 米大陸のタイトルマッチです。スーパーウェルター級のタイトルマッチ、チャンピオンが赤のトランクスのジェームス・コーカー。 WBC の世界ランキングで言いますと7位です。しかしこのタイトルの現在のチャンピオン、3度目の防衛戦、一方のデビッド・リードは現在世界ランキングで言いますと WBC は3位ですから、チャンピオンよりも世界ランキングは上ということになります。ミドストレート、しかし挑戦者の立場であります。いわゆるこれが世界へのステップ、おーっと食らついた。まあ、サウスポーがよくやるフックの引っ掛け方を逆にやられましたね、コーカーは、はい、はい、第6ラウンドちょうど半ばのあたりです。左を使って左に回っていきます。デビッドリード挑戦者、右を張っていきました。
相手のリードブローが出ている時に見計らって右を合わせていきます。また入り込んできます。確かにデビッドリード一発もらえそうな瞬間があります。左、おっと、ちょうどコーカーの方が随分慎重なんですよね、はい、もう少し伸びるパンチ打てれば左打ち込めるけどなっていう感じにしますけどね。2回左を返します。デビッドリード今左フックが当たりましたけどね、リードのまあまだこれからの課題というのはですね、右ストレートは非常にいいものを持ってるんですね。まっすぐ出ますしパンチもあります、はい、もう少し左フックの角度威力を高めたいですね。左を返していきました。おっと右入った、左はグローブです。頭を下げました。ガードを上げています。アマ時代にまぶたを手術しまして、それからプロになっても入れるアベンダーを結んで左まぶたを晴らしています。まもなくこのラウンド終了します。このラウンドは第6ラウンドです。終了です。まあリードのパンチの方がですね、効果より効果的だったですね、はい、10対9リードですね、はい、これは振りましたか、バッティングか、あるいは何かあったかもしれません。私のコメントの方聞いてたんですけどね、はい、相手はサウスポーなんだぞと、もうオーソドックス右じゃないんだぞと、だから右のアッパー持っていって、それで後でそのラウンドガールが出てきたんですけどね、あの遮られて多分右のアッパー持っていって左フック返せとかそういうことを言ったんだと思いますね。第7ラウンドです。中盤頭当たりました。左ノック振り込んでいきます。サスポを相手にしています。デビットリード左に回っていきます。左のストレートが飛んでいきます。デビットリードジェームスコーカーアカウントランス、ジェームスコーカーこのタイトルのチャンピオンであります。威風堂々と言いましょうか、その態度物腰は浜さん、こう見ますとデビットリードのがありますよね。チャンピオンらしいさありますね。そういうことですね、まあ、コーカーの方は本当に慎重でパンチが伸びてないなという感じですからね。これはもう金の卵とはそういう、まあテクニック以前の問題で人の人が持っているようなものだと思いますけども、雰囲気はデビッドリードのがありますよね。ちょっと効果のおどおどしたような格好があります。そうですね、一段でそうですね、パンチ当てるタイミングがこのリードの方がいいですよね、はい、その辺はやっぱり勘というものになってしまうんですか、うん、やはり一種のボクシングセンスですね。あ、センスね、もちろん練習の賜物でもあるんでしょうけれども、なかなか教えても教わりきれないところがあります。コーカーの方も全勝で KO 率も高いですからね。それで世界ランカーでもあるし、もっと伸びるパンチを打てるんじゃないかなと思いますけど、パンチが縮まってるんですね。デビッドリードの名前に臆してますかね。可能性あるでしょうね。まあ米大陸、北米、南米、大陸的には手に取りとしては大きなこのベルトなんですけれども、ちょっとその以降もこのデビッドリード金の卵には跳ね返されているようであります。なんといってもオリンピックの金メダリスト、アトランタオリンピックのメダリストです、デビッドリード。そして将来も嘱望されて、だいぶ大きな期待を抱いてこの試合に臨んできました。手をされているような感じのジェームスコーカーです。このラウンドも終わりか。
第7ラウンド終了です。まあ、このラウンドもリードのパンチの方がコーカーより効果的だったですね。はい、はい、10対9です。まあ、この試合サウスポーとオーソドックスですよね。で、まあ、私思い出すんですけど、サウスポーに対してその戦い方うまかったなというスウィン選手っていうのはですね、日本の小坂哲郎さんと戦ったカルロス・オルチス、これうまかったですね。それからですね、上島秀明選手と戦った時のショットチタラド、これはジャブをですね、本当に自在に当てましたね、はい、そして、まあ、外国で言えばですね、そのシュガレレナードがアユブカルレと戦った時、右左右左右左、これ自在に当てましたね、そういった例がありますね。さあ、ハイライトでお送りしていますが、終盤の戦いご覧いただきましょう。11ラウンド目に入りました。ウンさん、この8、9、10というご覧いただけないラウンド展開は同じような展開なんでしょうか。やはりリードのスピードの方が上回ってますね、はい、でパンチが的確ですよね。そうですか。ただですね、リードもですね、ノックダウン奪うところまで至ってないんですね。まあ、浜田さん、はい、世界を期待されるデビッド・リードとしましては、そのいい倒し方をね、おそらく期待されていると思うんですけれども、いい勝ち方といいましょうかね。まあ、そうですね、まあ、あと、まあ、倒し方じゃなくても、まあ、現役の世界ランカーですからね、はい、おおっと、どうか当たりましたね、左ストレート、ダウンです。なんとデビッド・リードダウン。ただ左フック打ってですね、空振りしてちょっとバランス崩したところにポンともらったっていう感じがしますけどね。いやー、はい、11ラウンド目ダウンを喫しましたダビッド・リードです。まあ、今のはダメージはないとは思うんですけどね、実際のあれでダウンするということは、コーカーの方もっと左ストレートを打ち込めれば今のパターンがあるということですよね。なるほど、はい、あとがぜんそのダウンを取り戻そうということか。デビッド・リードが攻め込んでいきます。右のストレートを当てて左がちょっとオープンブロー。11ラウンド目半ばです。 WBC 米大陸スーパーウェルター級のタイトルマッチ、挑戦者デビッド・リードにどうしても注目が集まるんですが、そのデビッド・リード11ラウンド目ダウンを喫しています。ダメージはありませんが、ダウンはダウン、これをどう捉えましたか。デビッド・リード、右のストレートを洗っていきます。なんかダウンを奪われたのがコーカーの方でありまして、余計腰が引けたような格好になりました。そうですね、相手がリードの方が出てきたんで、引いてるような感じしますね。完全に蹴落されています。残り1分切ります。11ラウンド目リードはね、はい、ちょっと顎の締めが甘いんですよ。顎を突き出して戦ってるんですよね。あ、だからそのコーカーがですね、はい、あのナジーム・ハメドじゃないですけど、右のアッパーで顎突き上げるなんかたりするとですね、あるいはそれから右のアッパーから左ストレート持っていくと当たると思いますけどね。あ、そうするとこう見えている弱点かもしれないという、そんな感じにも見えますか。ただちょっと顎の締めは甘いですよね。そこに一発打ち込むことができますか。ジェームス・コーカーです。テキサス州カウボーイのニックネーム。ちょっとカウボーイらしい勇ましさはこの試合では見ることができません、ジェームス・コーカー。しかし11ラウンド目ダウンを奪いまして、ポイント的にはウートと少し挽回の気配です。11ラウンド目終了しました。このラウンドはリードにダウンがありました。ダウンありましたけど10対9ですね。そうですか。でコーカーのラウンド、コーカーはですね、あのダウンしかそのパンチを出してないですよ、いいパンチは。さあ浜さん、この、はい、パンチちょっと見ていただきましょう。ちょっと宙に浮いたような感じのダウンですから、そんなにダメージはないですね。左フック打ちかけたんですよね。そうですよね。それでそこでスポンとタイミングよく切ったんですよね。見方によっては空振りのまま勢い余って倒れたようにも見えなくはなかった。だけどパンチは当たってますよね。ダウンは取っています。ラストラウンドです。ガードの上です。コーカーのパンチ、スーパーウェルター級のチャンピオンシップタイトルマッチです。
き上げて起こしました。レーンストレートから右を返します。ジェームス・コーカー、右のストレート、右のストレート伸びます。本当にあの小泉さんがおっしゃったように右のストレート伸びますね。右のストレートは伸びますね。構えたまま真っすぐストーンって出ますからね。的中率もいいです。ダウン、ダウンです、ダウンです、またもダウンです。浜田さん、これダメージもこれはないでしょうね。恐らくそれほどは強烈なパンチという感じじゃなかったんですけどね、今ぐらいでダウンするというのは良くないですね。どうしましたか。11ラウンド12ラウンドダウン2つ続けてしました。ちょっとやはりまあ、長丁場、脚力がですね、もう一つ確かに足がしっかりしてないですね。左です。ガクンガクンという感じになってきました。ラストラウンド、まあ、仮な、スリップだったというふうな言い方でもですね、滑る流れでも立ち直さんといかんですね。さあ今の汚名を返上しようということでかなりアグレッシブに攻め込んでいきます。さあまだ時間はあります。残り間もなく1分を切ります。ラストラウンド2度のダウン、11ラウンドには足が揃ったところ、まあ、ちょっとポンと押されたような格好だったんですがダウン、そして12ラウンド目それよりも少しきついダウン、残り50秒を切ります。倒されっぱなしで終わってしまうのか。ヒロスレート当たりません。デビッドリード飛び込んでいこうと頭が当たりました。左をカウンター合わせようというコーカーですが倒すことはできません。残り30秒切ります。アトランティックシティ、トランプ・タージマハール、アメリカで行われたオリンピック、先のオリンピックの金メダリスト、唯一の金メダリスト、世界を狙おうかというチャンピオンがその一つのステップ、米大陸のタイトル、まあ、ここまでは押してきたんですけれども、11、12と連続ダウン。試合終了です。ラストラウンドのポイントはですね10対 8.5 ですところが 8.5 っていうのはないんで、というのはですね、はい、10対8を10対9にするほどデビッド・リードが盛り返してるか反撃してるかの問題なんですよね。ところがこのラウンド全般にわたって相手をその痛めつけてる、そういうほどでもないんでね、そのあえてその10対8つけときますね私は。そうですか、はい。ただこのダウンもですねそれほど効いたダウンではないんですけど、やはりナックダウンですよね。Ron Greenley scores the bout 118-110. John Pottery has it 119-111. And Paul Venti scores it 117-111 for the winner by unanimous decision. And new champion from Philadelphia, Pennsylvania, the American Dream, David Reed. 終盤に2つのダウンがありましたが、まずこの米大陸のタイトルを手に入れました。WBC 米大陸スーパーウェルター級チャンピオンです。デビッド・リード。ちょっと WBC のベルトに似てるんですね。グリーンが基調になっています。スコアもう一度申し上げますよね。118-110 8ポイント差、118-111 7ポイント差、117-111 6ポイント差ですね。それでは試合結果を確認してみましょう。全勝対決となったこの試合、アトランタオリンピックの金メダリストデビッド・リードがジェームス・コーカーを下しまして WBC 米大陸タイトルを獲得しました。この後世界への会談はどういうことになっていくんでしょうか。